北九州市小倉北区にある小金市場です。旦過市場と同じように木造になっていて、古くから営業するお店が軒を連ねています。旦過市場からおよそ1キロ離れた場所にある小倉北区の小金市場です。旦過市場と同様に木造で古くから営業する店が密集しているため、北九州市から火災の危険性が高い特定消防区域に指定されています。こう見たら、まあ、見えますかね、あそこの上のところにある、あれが、まあ、煙感知器がありまして、まあ、各店舗がこういう熱感知器ですよね、 あそこにあるあれなんかはだから火が出たりして熱で反応するっていう形にはなってますね。しかし作動するとしたらもうほとんど誤作動ですね。誤作動は多いですね。やっぱり小金市場が火災報知器を設置したのは少なくとも30年以上前、取材したこの日も火災の発生を知らせるランプが誤作動により点滅していました。もう修理できないっていう部分もあるじゃん。そうか、またこれ誤作動やなっていう風になってしまうっていうのの繰り返しなんで、本当に起こった時がちょっと怖いなっていうのはありますね。北九州市内の市場や商店街ではこの10年間で5件の火災が発生しています。火災に備え小金市場も設備改修の見積もりをしてみたものの、費用は1000万円以上かかります。本音としてはそれは回収するのが一番いいけどね。だけどお金、本当もうこればかりはね、もうそこまでちょっと手が回らない。正直厳しいなと、金銭的な面で今みんなで検討してるっていう状態のところなんですよね。老朽化が進む数多くの商店街、火災への対策が不十分と認識したまま営業するという厳しい現実に直面しています。